Bye. こちらカイモンドですリアルブドウをぶちかますはいということで今日もねぶどうラジオの時間がやってまいりました皆さんもねよろしくお願いいたします私はですね SSR セレティブヘッド代表そして全水シルカレッズのケース会館館長でもありますカワイモンドですよろしくお願いいたしますそしてブドウとご神奏の観点から見ることができますよろしくお願いしますはいということで今日も始まりましたまずですねテロップ見ていただきたいと思いますではどうぞ はい。ということです、ね、講習講座、ね、そして DVD 出てますので、ぜひともです、ね、こちらの方ですね、受けていただきたいと思います。そして購入もよろしくお願いいたします。スペシャルティーチャーズも出てます。あとはですね、その他ですね、スポンサーになりたい方、もしくはですね、企業案件の方、ね、まざ、あ、あると思いますが、私の方までコンタクトをよろしくお願いいたします。推進アンダーバー、r y u a t o m a g r c o j p こちらまでよろしくお願いいたします。あとはですね、寄付の方、ドレーションの方も受け付けております。よろしくお願いいたします。ぜひともサポートの方、お願いいたします。はい。 とということで、えー、今日もね、武道ラジオということで、声だけでやりたいと思います。これ結構ね、聞いてる方見えると思うんですよ、はいあのー。声だけって、音声だけで結構大事なんですよね。朝、まあ、ルとかありますけど、私は全く別で武道、武、え、道、ー、それご親オチンズ関係の方、これね、ラジオとしてやってます、はい。まあ、運転しながら聞いたりだとかね、いろんなことを何かをしながら聞いたりとかっていう方が結構多いと思うので、音声で、ねまあ、やりたいと思います。えっ、ー、とですね、これも前回もちょっと紹介したんですけども、 武術格闘家、菊野さんのね、これ、だれ強よどうちょい。誰強どうちょい。ね。このチャンネルですね。これね、すごいなと思いましたよ。えっ、ー、と、子供ヒーローをからって、えー、教室の、えー、サポートしてくれている木下先生、精神会館から、うちの最高師匠70歳が、ブレイキングダウン、あのブレイキングダウンですね、有名な、はい。に出場すると言って聞かないから稽古をつけてくれないかと。その精神は大尊敬。 でもやっぱり危ないまあ実践知ってらっしゃいますからね木ラさんね近代格闘術ずっとやってますからねこの方はね、はい、試合出てますから、えー、ご本人ご家族周りの方そして対戦相手や主催者引いては業界にも影響を与えてしまう全力で阻止しますスパーリングの様子はこちらから合わせて見ていただくと面白いですっていうことですね、えー、自己肯定感を高める空手指導生後チャンネルということですねこれ精神科医感科 最高シャンの方ですね。の、この70歳の方。私ね、これ見たときに、この方なんですけど、70歳に見えないですよね。非常にお若いんですよ。で、あの、ダンディーな感じしました。はい。やっぱりね、武道、武術やるとむちゃわかがえるんですよね、はい。私もまあ言われたことあります。私も年齢層には見えないって言われたことありますけどね。うん。 あの若くなるんですよね。70歳でこれはすごいな。私もちょっと目指しています。はいます、あ。いいんですけどちょっとこれね見ました。どういうことかっていうと,、えー、とフルコンタクト空手の団体の創始者の方70歳ですね。でこの方なんですけどね。で要はブレイキングダウンに出たい。まあブレイキングダウンをね今まで多分皆さん見たこと私も,もね面白いっつって言ったことあるんですよ。いやブレイキングダウン面白すぎるなっつってあの、ね。出てくる方もすごいちょっと変わった方が出てきてるじゃないですか。なんかめちゃくちゃ面白いなっつって。まあ言ったことあるんですけど、えー、まあね分かりますよね。 あのような感じでちょっとガチでスパリングやるガチでやるってやつなのでもちろん、えー、もちろん顔面パンチ投げとか、まあ、全部あるわけですよね。まあ、1分でもあの下手をするとやっぱり殴られたりすると脳に障害が残ったりっていうのはこれ当然あるんですよ。非常に危険です、まあ、当たり前ですけどガチのガチって組手って一緒ですよ。フルコンでも一緒です。フルコンだとちょっとレベルが下がるかもしれないですけどやっぱり顔面パンチ基本はねは私たちは顔面パンチもやったことありますけど顔面パンチが基本ないのであのー、まあ 基本は、あの下がなんていうか、ねその、やっぱり下がったり、レベルが、危険度レベルっていうのは下がるかもしれないですけど、フルコンでも危ないですからね。ハイキック入ったりだとか、普通に顔面に膝入ったりだとか、筋的なのは普通にフルで入ったりとかしますしね。で、パンチだって、当てないっつってるけど、普通に顎入ったりとかしますからね。わして殴られたことなんかがあるんで。はい。で、非常に危険なんですよ。フルコンでももちろん当然危険ですよ。あばらとか折れたりとか、普通にしますから。やばいんですけど、あの、うん。 結局は顔面パンチとか頭部への、頭部が一番危ないんで、頭部へのあれっていうのが一番多いので、やっぱり危険っていうことは多分菊野さん知ってらっしゃるんですよね。ご自身がやってみえたんで。で、ちょっとね、これをね、見ていきたいと思います。 で北野さんとしてはとにかくやめさせたいと、<laughs> とにかく出場をやめさせたいということだと思います。はい。で、あの北野さんは今まであの要は総合格闘技ずっとやってみたじゃないですか。試合バリバリやってきてる方なんですね。この方は。うん。だからガチでガチで競技です。まあ競技ですけど、あの強いんですよ。ガチですよ、えー。で、なんですけど、えっ、ー、と最近は武術系の方たちとコラボをしたりだとか、え武術的なところにたんえっ、ー、と要は 何て言うから追求してるというかそういったところを探求してるというかそういうことをしてらっしゃるじゃないですかでこれは私が以前前回も話したと思うしずっと言ってるんですけど年齢がいくと総合格闘技それから格闘技術格闘技の限界っていうのが分かるんですねこれ皆さんそうです例えば極真会館のいろんな方とかも見えるんですけどね極真とかフルコンとかの 空手の関係の方とかでも多いんですけど、今までバリバリやってらっしゃった方が年齢を得るに従って武術に転向する武術に転向するっていうのかな、武術系によるっていう方は非常に多いんですよ。まあ、私も一緒なんですけど、でなんでなのってなった時にこれは菊野さんがこの中でもおっしゃってるんですけど、えー、まあ、例えばブレイキングダウンに出ます、総合格闘技として総合格闘技に試合に出ますってなった時に非常に重要なところっていうのはこれが私が以前言ったことをそのままマッチします。要は体力があるのかどうか。 年齢が若いのかどうかこれ重要ですよ年齢も大事、ね、あとは身長体重ですねそれからあともちろん技術技術ですよ、はい、であとはフィジカルなところパワーとして今は例えば、えー、ラグビーやってましたとか、ね、もしくは自分体鍛えてましたとか、えー、例えばなんだろう総合やってましたとかねプロレスやってましたとかもしくは肉体労働ずっとやってましたとかっていうところでフィジカルのところですねこのフィジカルだけでひっくり返ることもあるのででこういったところがあって っていうところなんですよあと市場経験がいっぱいあるかとかも,もちろん関係あるんですけどね、まあ、経験とかですかね、えー、なので、えー、と武術の技術だけで云々どうとかなるっていう話じゃないですねこれはこれは私は武術が弱いって話をしてないです、はい、これはまた勘違いする人多いと思います、はい、そもそも武術は違うって話を前回しましたこう違いますよね観点がそもそも違うからって話しましたねはい、えー、なのでそこなんですけど、えー、これを例えばこのやっぱり久野さん知ってらっしゃるからえー、っとこの方がね70歳じゃないですか もちろんお若いと思うしあの、やっぱり体としてはお若いと思うし、何、えー、て言うのかな、それはもう普通の人に、一般の人に比べたら全然強いと思いますけど、だけど、やっぱり出てくるやつも猛者とかが出てきますから、とんでもないのは。そうすると、頭部への損傷っていうことから、これやっぱりこれでおっしゃってますけど、大尊敬だけどっていうことで、ご本人、ね、ご本人ですよね。それからあとご家族です、周りの方。ね、それからあと、まあのー、対戦相手。 大体は相手がやっっってててししままたといいうれこの方がね相手が要はもちろんメンタルとかいろんな賠償とかいろいろ出てくるのかちょっとどうかそういうの動あれですけどもしくは主催者あと業界全体っていうのは総合格闘技の格闘技業界もそうだしそれだけじゃなくて武術業界武道業界こちらの方にも影響を与えるんじゃないかとはま,まあそうでしょうねご本人だけの問題じゃないですよっていう話をしてらっしゃるんですね。だからあの私が前言ったのと一緒で 武術と総合格闘技とかっていうのは格闘技っていうのは全く別物やからそこのところをあのちょっと考えましょうねという話だと思います。まあ、ね、木村さんおっしゃってますよねあの出ること自体すごいことだと思うし、えー、っと尊敬もしてらっしゃるっていうことですよね。おっしゃってるのは、えー、っと今70歳じゃないですかこの方がね。だけど武術をやったらここから10年でもまだどんどん強くなりますよって。 でなんでかっつったら武術っていうのはそもそも力を必要としないからです。はい、これは何回も言うんですけど力を使わなくても強くなることができるのが武術です。いいですかだけど強くなるっていうのはこれもね多分皆さん分かると思うんだけど例えば喧嘩に強くなるとか <laughs> そこのところの話をしてないです。だけど私が持ってるのは武術っていうのは対犯罪向きだと思ってるし護身術としても絶対使えると思ってます。どちらかというと護身術に使うんやったら格闘技術よりも武術の方がいいと思います。 はい、なぜかっていうといろんな話をしてますよね体調のこととかもあるし人間は毎日のこともあるでしょそれから第三者と一緒にいる場合もあるし、ねえー、それから技術的なこと体力的なこと年齢的なこととかいろんなことがかかってきますよねそうすると、まあ、今菊野さんもおっしゃったんですけど70歳のこの方が 10, 歳10年経った80歳のままでまだ全然強くなってますよってもちろん健康,健康的なことも含めてやと思います健康的なことも含めてあれやってます例えば格闘技をやってますって格闘技をやっててどん,どん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 強くなっていくっていうことは例えば基礎体力をやっても 絶対にこれれは伸びないいですし年齢がってもそれからウェイトをやったとしてもリスクしかないです。これはもう何回も言います。ウェイトをやってもリスクしたあの緩やかなウェイトはいいと思います。緩やかなウェイトはいいと思うんですけど、ハードなウェイトをやると非常に危険です。血圧が急上昇したりだとか、心臓麻痺を起こしたりだとか、脳出血を起こしたりだとか、ということで脳の疾患、心臓の疾患とかに影響が出てきます。だからウェイトでも激しいウェイトはやばいです。いいですか。そうすると武術的なな緩やかな動き もしくは、えー、技術的な分かりますよねああいうような感じのこととかをやった方がいいかなと。で例えばこれを護身的なところに焦点を置くとなると例えば相手が凶悪犯罪だとか例えば相手が格闘家を襲ってきたとしても身の回りのものもしくは持っている護身具私が言ってますサイレスプレーだとか、えー、いわゆる手段を選んではいけませんそういったものを使った時には絶対的に武術的なことが上だと思うので別にわざわざすでに耐える必要性はないってことですよね。はい えー、そういういことですよね例えば、喧嘩だってそうでしょ例えば、じゃあ格闘技使いますって言ったって暴行、障害とかで逮捕されたら一緒でしょ、ね、そこのところも武術は分かっていかなきゃいけないので標本的なこととかいろんなことも含めて、えー、駆け引きですよね法的なことも含めて駆け引きも、えー、考えるのが武術というものですから標法なので、はいえー、なのでそういったことも言って、えー、っと10年強くなるっていうことを菊野さんおっしゃってると思うんですけどあのやっぱり格闘技総合格闘技とかでずっとやってきて,てらっしゃるので、まあ、説得力がむちゃくちゃありますよね絶対的に。 やってきてない人よりやってきてる人が絶対あるのであの。まあそういうことだと思いますね。うん。だから、うん、私も全く同じことを思ったんですけど、この70歳の方はブレーキングダウンに出場する必要性はないと思います。はい。あの出なくていいと思います。あ出て何だってあの、要は色眼鏡見るようになるでしょ。例えば70歳でこの方、まあ、出るとするじゃないですか、ブレーキングダウンに。そうすると、えー、まあまあ予想としてね。 菊野さんもおっしゃって思ってたと思うんですけど私も思ってるんですけどやっぱり年齢的なものですよ70歳って非常にきつい1分間であってもやっぱり長いんですよ1分って結構そうすると相手バリバリの猛者とか若いやつとかが出てくるわけでしょうそうすると頭部に損傷を受けるとする,とするじゃないですかそうするとまあパタッと倒れますよねそれってやっぱり映像で撮影されて放映されるわけですよ全,全,全国というか全世界に。 そ,うそれを見た人たちが「あなんだあの菊野さんの打率用とかでもの関係の、まあ、方っていうんですかね精神会館ですね精神会館創始者の人が70歳って武術武道をやってきたけどなんだ瞬殺されてるじゃん」とかあの違うんだけどね武術ってそもそもそこが違うから間違い言ってるのは試合出るなって言ってるんですよ皆さんに武術とかやってる人たちに出る必要性はないから出たら絶対やられる。 絶対だってそもそも違うから根本的にラインがそれを言ってるんだけど出ちゃってやられてる人たちいっぱいいるじゃないですかだからだけどこれを出ちゃうとそうい,いう風な感じで今後から今後からね色眼鏡で見られるってことですよなんだよえじゃねえかって何こんなもんなんやってやっぱりそこ格闘技強えなって格闘技最強やんって私はね私としてはそっちに行ったもらうのまた困るんですよ。 あの武術家の方たちが勘違いして試合に出るのもあれなんだけどそれも困るんだけど逆に総合格闘技とか格闘技をやってる人たちがああこれがそうやんこれが最強やんって相手武器も持ってきても関係認識いいとかこう真実は総合格闘技でしょとか格闘技やんとかって思われるのはまた嫌なんですね。なので木野さんこれ必死で止めてらっしゃるんですけどあかんと思います、は。い 出ない方がいいい方がと思いますで、実際に、これ、あの、菊野さんとね、まあ、これはですね、聖護チャンネルさんの方ですね、聖護チャンネルさんの方で試合の方は公開してるんですけど、組み手を。まあ、これはね、あのパパって言っても、もちろん寸止めでやってらっしゃいます、菊野さんが。だけど、これ、もし画面あったときに、あの、これね、画面当たってると思います。はい。で、私は画面パンチで多分、やられてる可能性非常に高いと思います、菊野さんのパンチで。 多分かなり強いよ、ねえー、やられててしまってる要はこれはあのこの70歳の方は、えー、組み技とか組まれたら終わりだっておっしゃってたんだけど顔面パンチとかも多分全然あのやっぱりブレイキングダウンとか出てくる人たちっていうのはやってきてると思うんですねむっちゃくちゃやってきてるから顔面パンチだけでもレベルが上やと思うんです格段にそうすると顔面パンチとかでもやられると思いますはい 違うんですよねそもそも違うから全然空手でやってきたって言っても顔面パンチ主体でやってきてる人たちとか全然話が違うんでそうするとパンチだけでもやられてる可能性が高い。で、それプラス組み合わせでもやられてるっていうことだと思いますはい、瞬殺だと思いますねこれ木久野さんのやつを見ると木久野さんかなりこれちょっと手抜いてる感じがするから、うん、まあご本人はいうじゃないっておっしゃってるけど絶対強いはずだから木久野さん圧倒的にうん、あのね、謙虚におっしゃってると思うんですけど だけどあの周りをねやっぱり立ててっていうことだと思うんですけどやっぱりねあの年齢は絶対的にあるかな70歳の年齢もあるし、うん、あとは技術的として技術的に顔、えー、面パンジ主体でそれから総合で、ね、技を決めとかやってきてる人たちとやるってなると話が違うよっていうことですよね。 それはもう一発で見て分かりましたね、この組み手をね、はい。そちらもちょっと見ていただきたいと思いますね。概要欄の方をちょっと見ていただいて、そうするとすごく皆さん分かるじゃないでしょうかね。はい。そういうことですね。だから私が何回も言ってる通り、武術はダメとかじゃないんです。そこ、格闘技がダメとか、格闘技ダメとか話してないんです。そもそも、ダメなあの違うものは違うよって、あのなんていうのかな、えー、っと、土壌が違うよっていうことですよね。土壌がそもそも違うんだから、そのところを別に一緒にする必要性はない一切ないんですよ、それは。 うん、だから私もああいう風な感じで動画をずっとどんどん出してます結構過激やと思います、はい、あのフルボッコボコボコとか言い方とかしてるけどあれ見ていただいたら多分衝撃を受けるでしょうえってなるでしょうそれで分かっていただけたらなと思いますよただや、ま、名前優しいやつを見せても全然「いやそんなことねえよ」っつって「武術俺ずっとやってるけど、ね、ああ来たらああ来るこう来たらこう来る」ってやってるけど絶対俺勝てるよって、ね、<laughs> そうやって勘違いしちゃう人が出てくるでしょう だからああいう感じで衝撃的なことをバーンと出して、えー、ライブ配信とかでもバーンと出して動画でもバーンと私がちゃんと主張してそうすると私の言ってることがやっと理解するんじゃないかなと思って、えー、作っておりますなので皆さんねそういった何て言うかな、えー、っとバカにするとかそういった意味合いはまず一切ないので、はい、そこのところを持ってくださいとりあえずシステムとしてああいう形で作って皆さんに見せることによって衝撃を与えようとしております、はい、これはまあご手術でも一緒ですよね 一生でも一緒ですが、えー、っと衝撃を与えてこうだよっていうことで主張することで皆さんも理解していただけるのではないかなと思って作成しております。はいということですね皆さんねどうでしたでしょうか今回どのような感じで思ったでしょうか。うんあのねまあ、これからもま ね、それこの方も頑張っていただきたいと思いますはいそれでは、ね、また次回お会いしましょうもし、ね、質問がございましたらまあ、メールを送っていただくもしくはコメントもしくはライブ配信に来ていただいて直接お話いただくとかねそれが多分一番早いかなはいよろしくお願いしますはいそれではまた次回お会いしましょうリアル武道ぶちかます